いやもう雨が大きいよ。ん？今日本語間違ったね。出た。日本語博士だ。日本語では雨が大きいとは言わないよ。そういう時は雨が強いって言うんだよ。知ってる？日本語で雨を表現するオノマトペには主に3つのレベルがあるよ。3つのレベル？レベル1、静かな雨、しとしと。しとしと？レベル2、雨が降り始めた時によく使うポツポツ、パラパラ。パラパラとポツポツ。レベル3、とても強い激しい雨、ザーザー。ザーザー。順番はこんな感じだよ。わかったよ。じゃあ家に入れてくれないかな。ダメ。え？ダメ？さて質問。今の雨はオノマトペで言うと？今日は激しい雨だからポツポツ、ブブー、パラパラ、ブブー、シトシト、ブブー、ザーザー、ピンポン。ああ、風邪ひくやわね。もう。今日ね、ちょっとだけ雨降ってるよね。ちょっとだけね。さて質問。いきなり質問かよ。家に帰ってきたばっかだしな。音が立たない雨のオノマトペは？パラパラ、ザーザー、ポツポツ、ブブー、ブブー、シトシト、ピンポン。よっしゃ、これで雨のオノマトペは完璧だ。勉強になった、勉強になった。いや、めっちゃ間違ってたけどね。おーい。どうですか？勉強になりましたか？皆さんも間違ったら家に入れないよ。あ、この4つ以外にも雨に関するオノマトペはたくさんあるよ。まあこの4つが分かればとりあえず問題ないかな。那我们下一集再见。谢谢你的观看。牛 TV 呢会在一个礼拜上载3到4个影片哦。这些影片呢都是有关日本跟学旅的。还没订阅的人可以在这里订阅。那要看我们更多影片的呢可以按我们的 playlist 这里。那我们下一集再见咯。拜拜。